ソフトバンク、栗原亮や外野手の妻で、モデルの愛コーチ恵美が23日、インスタグラムのストーリーズを更新。夫の背番号24のユニフォームを着用してポーズを決めた写真を公開した。優勝が決まる試合前に投稿。両手に打撃用の革手袋をはめて、ペットボトルをバット代わりにして構えて笑顔を浮かべた。ソフトバンクはナイターでオリックスに勝ち。 4年ぶりのリーグ制覇。栗原自身はノーヒットだったが、主力として132試合に出場し、優勝に大きく貢献した。栗原と愛好は昨年11月、2ショット写真とともに結婚を発表した。